ニューヨーク市のメインチャイナタウンはキャナルストリートでリトルイタリーと接する市民貯蓄銀行前マンハッタン橋へ上がるキャナルストリートはニューヨーク市マンハッタンクダウンタウンを東西に走る通りである西のニュージャージー州へのホランドトンネル東のブルックリンへのマンハッタン橋をつなぎマンハッタンを横切る市内の幹線道路の一つであるこの通りは チャイナタウンの北側を走り、リトルイタリーを二つに隔てる。さらに、トライベッカの北端、双方の南端ともなっている。キャナルストリートは、19世紀初頭、薬病に悩まされた、コレクトポンドの汚染水をハドソン川へ排水するため、掘られた運河の名を取っている。貯水池は、1811年に埋め立てられ、キャナルストリートは、運河にあった道に続き、1820年に、 完成した。この地域には自然の泉が多くあり、排水する場所がなかったため、貯水池の除去により周囲の土地は湿原と化した。そのため、ストリートに沿い立っていた歴史的なタウンハウスや新しい共同住宅は破損した。生活環境が急激に悪化し、ストリートの東側は悪名高いファイブポインツのスラム街の一部となった。20世紀の初め、 キャナルストリートとバワリーは宝石貿易で栄えていた。しかし、世紀中頃、47丁目に宝石店が移っていった。1920年代に市民貯蓄銀行はマンハッタンブリッジプラザに面したバワリーに壮大な丸屋根の本部を建設した。ラジオ通りがなくなった25年後、ストリートの6番街周辺は、 ニューヨークでも主要なエレクトロニクスパーツの市場であった。現在、キャナルストリートは騒がしい商業地区である。西側は店や行商人があり混雑しており、東側は銀行や宝石店街となっている。ストリートはまたチャイナタウンの主な宝石商業地でもある。地元住民と同様に観光客も安く方向財布、ハードウェア、 工業用プラスチックなどを売る屋台や店に行くため毎日やってくる。これらの品物の多くは悪評高くグレーマーケットで仕入れたものも多い。エレクトロニクス、衣類、アクセサリーなどは商標登録されている。不法の CD や DVD も非常に一般的で、キャナルストリートの露店では店や映画館で公式にリリースされる前の商品を売っている。 不法な商品の販売は、頻繁な警察の警戒にもかかわらず、ストリートに沿って行われている。ニューヨーク市地下鉄は、キャナルストリート周辺で多く走っている。ストリートには、西から東の順に、下記の6つの駅がある。キャナルストリートでは M、M20、M5、M103、M15、M9 のバス路線が走っている。ありがとうございます。